はい、おはようございます。で今日は最終日です。またあの最終日に来ていただいてありがとうございます。まあ、この間来たのが、5月の連休ですかね。それから1ヶ月ちょっと経っていよいよ最終日なので、またなんか心境の変化もあるかと思いますので一言いただけたらなと思います。先生、長い間ありがとうございました。じゃあ一言、二言、今日は終わりですけれども、またこれを、機に、世界各地で一緒に磨いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。先生の作品であります。ちょっとそれ説明してください。この3つほどこうあったんですよね。この3つは宇部市の小学校全部で24校回って、この3つがね、そう4年生全員がこう、この3つの石をバトンのようにこう次々回しながら、みんなで協力して磨いて、この会場に設置したものなので、ひときわ輝いてます。輝いてますね輝いてますね。なんかね、折に触れこの石のことを思い出して、また撫でに来てくれたらいいなって思います。今これ世界に広がってますんか、ですかね。そうです、世界に広がる。そうですか。いや、これの宝と私は申しておりますが、彫刻の町宇部にとってまさに貴重的な存在であります。先生、長い2ヶ月間、はい、長い間ありがとうございました。どうもありがとうございました。今日は奥様と一緒にご来館であります。ありがとうございました。またよろしくお願いします。三浦さん、ありがとうございました。ありがとうございます。